面白かったな。うん。いやー、きついよ。お腹いっぱいなんだけど。おやすみなさい。さてと。どうしようかな。にょにょ。さあ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 、ルクハさん行く？おはようございます。おはようございます。おはようございます。あらばか。あらばか。はいはい、ということは、シリキラは動いてない。動いてない。ってことだね。まあ、ドクターとかで蘇生が入ってる可能性はありますが、まあ、一旦置いといて。サバイバー、あとはサバイバー切ってるから、サバイバー切ってるから。ああ、可能性は出てる。うん。でも、シリアルはサバイバー分かって二件茶してるでしょうね。まあそうだったらですね。そうだね。にちゃにちゃしてんだろう。ありそうだね。とはいえ情報。ポリス、雪風さん止めた。一応止められてない。動いてます。うん。なるほどね。ちょっと待ってね。ポポ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 ポうん、なんでまあ白役さんが言ってるんだったらまあバカだなって感じ。いや僕ポーです。あいやいやいやあなるほど。同族でも関係ない。僕役です。僕役。あのそこは流していいと思います。まあね。私の行き先の話が出たのでオレンジアイスルック使用梅ヶ谷三択誰も来てません。あ、白ライスボールルック。行ってます、梅ヶ湯三択。出ます、トラッパー仕様、梅ヶ湯三択かかってます。あ、かかってるんだ。はい、僕、右足が痛いです。茶色です。いたわ。じゃあ、バカだな。トラッパー仕様で雪風さん出てないです。いや、出てるです。出てるです、うん、急にトラちゃん、まあ、まあ先に出してるからねまあそうですね、まあねうん、僕はサバイバーなんかなって思いながらあシリアルではなくああなんかね一応出てるみたいに濁し方してるのがなんか盾使ってますけど感があってそういうことですか、はいはいはい、なんかねシリアルだとそういう言い方はしないかなって思ったなるほど露骨すぎるあ僕の目線ではですけどバカ普通にバカの可能性ありますけど、うん、あと黄色水吉発言します、はい、CO はしないんですが白役さんが雪風さんのところ以外のところに行ってるように見えますバカですなるほどうん別のところで見てる、うん、見てる
まあ、別のとこ行ってるんだったら最悪いいんちゃいますあのシリアルでもサバでもそうだね、うん、まあそうですね、うんうん、まあ一応水木さんバカです、うん、まあどうせでもいい気はする、うん、そうだね、うん、あおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。そうだねあ、いいんじゃないですか。マジで。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、ちゃんとシリア。おお。シリア。何もしてないで死んでる。うん。うん。まあ。いや、まあ何かしてるかもしれないですけど。まあね。うん。でもそうだよな、2連続サバイバー行くわけでもないし、うん、まあさすがにね、うん、カッサラ落としたかな。はい、なんか罠かけた、罠かけました。おお、今日は白薬さんのとこで罠かけました。はい、私の左足がボロボロです。またまたお前歩けないじゃないですか、もう歩けないです。ちょっと待って待って、ちょっと車椅子用意しましょうか今度。車椅子だったら罠かからないかな。なるほど、パンクするでしょタイヤが。あ、なるほど。帰れないじゃん。いや、さすがに不満やろうと思って勢いよと言ったらガチャン。それもすごいな。ちょっと自分おじさんの青はあっても赤は捨てますわ。うん、なんかそんな気がない。あ、まあでも青ってもうサバイバーしかいないから歩けないから。そうそう。あ、そっか。じゃあ赤だ。サバイバー動けんから基本。うん。左ちょっと怪我します。ルックスライドします。ルックスライド。アリス三択初日、池風さんのみ来てます。うん。で、今日ライスボール三択、ジモリさんだけ来てる。うん、俺は左足が怪我したと言ったが。ライスボール3択にジモリさんが来てる。ああ、なるほど。残念ながら僕、ライスボール3択で罠かけてる判定なんで、僕と白薬さんはまた結果が戦ってます。うん。なぎすぎさんがライスボール3択で罠。ああ、はい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 、はい。わかんないですけど。まあ、シントラだから守るかと思ってから、置いてから、あ、しまった、シリキラあるわと思ったんだけど、忘れてました。ルックも。ジモジさんは白薬さん言ってるんですよね。他ルックスといるので出てもらって、はい、ライスボール3超えできるから。あ、魔法ルック使用です。Okay、いいただあの、うん、あのバカだと思います。バカなんで、一応結果まで出してほしい。結果まで出してほしい。あ、ちょっと待って。あ、違うのか。ごめんなさい。1日目、紫のなぎすみさんとこ行ってますけど、誰も来ず。うん、2日目、緑色のヒロピさんとこ行って、誰も来ずですね。あ、あるわ。全然シーンある。全然シーンある。シーンあるんじゃない。うん。向こうがバカやと思いました。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、最初のこのなぎすみさんの結果がちょっと勘違いしてましたんで、なぎすみさんが行動したらっていうことだったと思ったんですけど、よう見たら逆でしたね。まあまあ、うん、うん、今日アリスさんってどこ行きましたか。なぎすみさん家です。うーん、誰も来てません。一応でも知り嫌いなくなったからもう出ないかもしれません。うん、うん、そうだね。水吉トラッカー CO で、うん、初日白薬さんがアリスさん家に行ってるように見えてて、正解。うん、で今日アリスさんが出てないです。うん、うん、出てないんだ。出てない、出てない、足跡なし。わな引っかかってる感じ。アリスさんのサバイバーあると思ってて、あると思う。うん、それは逆転に言うと、ジモジさんとナギスミさんにいろ、アリスさんサバ
まあ、マンボさんがバカルックなら。ああ。発覚は単純に、あの、雪風さんがアリスさんのところに来て見てたから、雪風さんを止めたって言って、あの情報を出させてみたのが初日。うん、そこ整合性取れると思うんですよ、水吉さんのトラッカー結果込みで。はい。うん、で、今日、ジモジさんの行き先おかしくて、で、そこに入ってくる渚美さんがいたから。じゃあ、僕、あのトラッパーだ、赤だったら、ライスボールさん殺せばよくないですか。わかんないです。わかんないですは、よくわかんないです。その主張通してから、その辺とは。あ、いや、自分が一瞬ルックだと思ってるんで、現状。うん、おやすみなさい。どうしようかね。マス面白くなったから、もう切っちゃう切っちゃう。まあ見られててもいいわ。まあキルペが正義と言いますからね。おはようございます。おはようございます。やかばかでした。ああ。で、なぎすみもバカで大丈夫です。ああ。アリスさんって今日どこ行きました？え、今日は在宅ですよ。あ、じゃあバカです、僕が。昨日から在宅宣言してるから。うん。いや。まあまあ、シリキラがいなくなったから今日在宅することにしましたっていうのが正解ですね。あー、すいません。なぎすみは自分のシーンもあったんで、ライスボール3連続で守りに行って、今日かかんなかったんでバカです。まあ、なぎすみさんがライスボールさん家に行ってるのは正しいです。ちょっとよろしいです。はい、僕左手まで怪我しました。またもうなんか何もしてないけど、いや、ちなみにどこ行ったんですか、ジモジさん。白夜くんちです。え、ライツボールさんが白夜く守りたいんかな。うん。ってなってるよね、そうなると。そうだね。ジモジさんでもとかやったらわかる。の、そうそう、わかるわかるわかる。好き。え、ジモジさんの方が新っぽいよね、結構。水吉さんじゃなくて白夜さんちったんですか。ジモジさんは何者ですか。うん、ポリスです。あ、まあまあまあ、白役さんから、ジモジさんからすると白役さんってなんか塗りに来てるから自分をって話か。いや、今日はわかる。その前の日はなんか理由あります？うんうん、いや、二日目ね、その、なんだっけ、シリキラとサバイバーの下りの話をしてたのが白役だと思って、なんか透けたような発言だなと思ったから、一旦止めに行こうと思って止めに行った。リアルがサバイバーに刺さってるっていう話を。そうで、それを自分が、要するに白役がサバイバーもしくはシリキラの可能性があるんじゃないかな、それを自分がやったから言ったのかなっていう、ただそれだけのことで。それでポリスに行くのは変じゃないですか。うん、一応白役がポリス主張してたから、すり抜けましたって話が通る話になっちゃうんで。なんかシリキラだったらそもそもポリスで止められないし、サバだったら別にポリスで止める理由もないし。そうだね。まあ、一旦置いといてよくない？うん、今日は置いといておいて、うん、梅ヶ谷さん聞きたいっす、さすがに。そろそろ、え、書いてますよ。あ、書いてる、はい、失礼しました。トラッカーしよう、だからトラッカーしよう。一日なぎすみさんうんち行って在宅、麻婆の家行って、水吉さんのとこ行ったのでもう今日は出てないです。
はい、ありがとうございます。雪風さん、あ、在宅ですよ。むずいね。1日目、なぎすみさんが雪風さんとこでかかってない。在宅ね。在宅なんで、あ、死の可能性があったので、うん、使用はしなかったって感じですね。これ1、2、3、4、5、バカ師匠がめちゃめちゃ多いのか。そう、うん、アリさんは一旦サバイバーを置きしてもう4択。うん、まあ名は効率的には今日釣った方がいいですけどね。うん、釣った方がいい。お客さんはニキルの時にアリスさんついてるかかん、あ、違う、あ、水気汗がそうなるんか。そう、うん、お客さんニキルの時じゃない、ニキルじゃないですよ。ニキルじゃないですか。でも、お客さんはとりあえず私目線弾いててアリスさんサバイバーだと思ってて、地元さんはもうこんだけ怪我してるからできないと思ってるんで、その残り4人ってこと。地元さんほんまに怪我してるか怪しいと思って。いや、まあそれはわかる。今日に限ってはそう。でも今日ライスボールさんち、ナギスさんから、ナギスさんに対抗するんだけどな。そうなんだよな。じゃあ僕いますか。僕は自分のことを死んだと信じてからずっとライスボールさん守ってますけどね。いや、これね、どうなってまあでも今日釣るた方がいいの間違いない。いや、そうなんですよ。おやすみなさい。おやすみなさい。あらららららら。なあ、この状況だったら。お、お、止められたね。トラッカーし、まあそりゃそうやわな。うん、水木さんってトラッカーだっけ。そうですね、新市長してて、し、基本新っていう。どうは逆に釣らほうがいいんか。あ、違う、これ渚さん、うん、あ、そう、悪役さんの行き先当てて、て2日目がどこだっけ。僕の行き先ちゃう、誰だっけ。アリスさんか。アリスさんが在宅。アリスさん在宅。うん、あ、そう、アリスさん在宅は言ってる。だから、アリスさん、まあ、だから。2日目ですよ。あ、2日目か。うん、2日目。だから、でも結果とは差が行ったんですよね、アリスさんとはその時って。まあ、だから、アリスさんは何かしらの人外で一旦よくて。まあ、残り、まあ。これ、ちなみにさっきのターンって、水吉さん主導で地毛寺さん白薬さん弾いてっていう話で、で僕に入ってたはずなんですけど、地毛寺さんにその前に入れてた3票って、白薬1票目、あ、うん、白薬さんが地毛寺さんって言ったから1回目入れたよ。あ、白薬さんが地毛寺さんって言った。多分水吉さんの温度で僕に入るんかなと思ったら、うん、僕に3票入って、だから2票入って、地毛寺さん3票入ってて、で僕これ地毛寺さん入れるしかないんだけどなと思いながら4票目入れて、ね、そう、4票目入れて、うん、いや、入れていいか分かんなかったんで、無投票です。あ、はいはい。じゃあ、地毛寺さんは今日はいかが。あ、雪風さん止めました。ん？在宅。地毛寺さんが村のポリスだったら、絶対あの早々に言うはずなんで、その90秒経ってようやく他の人に言われてから出てくるっていうのは、なんかもう村のポリスじゃないなと思ってます。なんか3日連続罠踏んだポリスで、その頑張って主張しないといけない人の発言じゃない、発言というかそのタイミングじゃない。あー、なるほどね。うん、少なかったしな。今日頑張るターンのはずなんで、昨日4票入ってて、うん、でそれで、うん、そう、時間経ちすぎ、うん、返答は、うん、その今まで黙ってた理由、
そのあたりは、ね、いや普通に話進んでるからとりあえず切れたタイミングでっていう思ったんだけどぐらいの感じです。ジモジさん視点って基本的に今回1キルしか入ってないから自分が死んで雪谷さん止めたから雪谷さんが止まってるからインポスターだみたいな話が真っ先に出てくるんじゃないのかみたいなところですね、うん、多分白役さんが言いたいのってそこ含めてですよね多分、うん、自主点もそれが出てくるかなと思ったけど出てこんからなんかどうなんだろう。雪谷さん昨日どっち入れたんでしたっけ。あ、ジモジさん入れてる。あ、OK です。うん、うん、だとして俺が赤だとしたら今日キルした方が良くないって思っちゃうけどな。わざとポリスに行く理由は全くないと思う。今まで HP かあのボロボロになってんのに白稼ぎする必要がないと思ってます。ほぼ HP ゼロでわざわざ俺がキルしに行かない理由は何でしょう。赤だったら。ん？まあキルしてるんじゃないですか。ジモエさん、秘密基さん、今日。って思うんだったら釣ってもらっていいですけど、俺はもう雪風なぎすみこの二郎かなと思ってます。僕なんだ。あ、地元さんが新市長するんだったら雪風さんを止めて。あ、まあ、そう、雪風さんはそうだ、うん、これはなんか白役さんと地元さんだったら地元さん違う白役さんの議論に軍配上がるかなって思った。そうですね、うん、それも僕もそう思いました。地元さんに入れちゃいます。いや結局でも白役さんって外れてはないんだよな、これ他に狙おったマジで嫌やな。え？ピンポリじゃん。ピンポリ？マジ？あ、終わった。じゃあ一回三人がよ。へへへへへ。へへへへへ。アリスさんはサバイバー確定だからね、自主点ね。よかったわ。1ターン目に分かったからね。まあ、1キル取れたのも勝ちだからね。アリスさん。サバイバー確だから。自主点。ドクターいないし。死んでないし、そこが透けたのが楽だったね今回。ほほほほほー。おやすみ。ああ、はい、三人が残ってる。じゃあこれは頑張ってアリスさんを釣りませんか。なんでサバイバーの価値をなくしましょう。なんで1ターン目でねアリスさんのサバイバーが雪風目線つけたから、はいはいはい、いいやってほっといてもどんどん切っちゃおうと思った、はいはい、柳澄さんに入れますか。はあ、あ、そうなんだ。あ、投票できない、やばい。え、え、どういうこと。いや、多分チャットが、ああ、そういうことか。うん、あ、投票できなかったんだと思う。はい、ナイス、はい、ナイス、ナイス、ジジイ。本当にすみませんでした。安定声しないから怪我しました。ちょっと面白かったけどね。安定声